DeNA、オリックスに快勝、ルーキーズが躍動。プロ野球オープン戦、DeNA がオリックスに3対0で勝利、3点のリードを守りきり完封勝利。先発、中川隼、25、は5回4安打無失点。先発ローテ入りに向け好投を見せた。打線は牧秀悟、25、がオープン戦第1号の本塁打、渡来勇気、21、が対外試合15試合連続安打を放つなど好調を見せた。救援で登板した松本亮と、22、徳山相馬、24、ウェンデル健、30、が好リリーフで無失点に抑え、最終回は守護神、山崎康明、31、が三者凡退に締めゲームセット。良さかった。課題もありましたがナイスゲーム。見てて楽しい試合だったわ。森原が怪しいからジミニヤスは記憶ないとまずいな。山崎なんだかんだキシャリか。クローザーはやっぱ怪しくなるまではヤスアキだな。石神が普通にうまいケンプロの打球に慣れてきたんじゃない。今日石神のところばっかり玉いってたが守備も問題なさそう。石神の遊撃守備が好きすぎる。石神の最後にきっちりツーベース一時最高だね。渡来連続安打継続か。今年は渡来石神梶原松尾が出てるだけで面白い。松尾は長打含む猛打賞だよ。やっぱ松尾レギュラーで使ってほしいな。打撃の期待値が山本とは全然違う。早手はここまで結果出したらローテ入れてやらんとな。今日一番は闇上がり巻きのホームラン&マルチかな。あと盗塁草。若手躍動ベイスターズ。三浦も若手中になっちゃうだろこれも。ご視聴ありがとうございました。話題の野球情報をお届けしていますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。